ジャイアンツファンの皆さん、お待たせしました。今日のヒーロー、逆転タイムリーのオコエ選手です。いやー、ナイスバッティング、おめでとうございます。ありがとうございます。あの場面、まず1点返してなおもランナーを残してという場面でした。どんな思いで打席に入ったんですか？まあ、そうですね、あの1打席目ミノさんしてしまって、まあ、ちょっとこう燃える部分があったんで、相手ピッチャーに対して、まあ、ちょっと燃えた気持ちで絶対打ってやろうっていう気持ちで打席入りました。ただあの低めの変化球、空振りが2つあって追い込まれていて、あの同じボールだったように見えたんですが、まあ、自分の中ではあのインコースまっすぐ最初の打席で、やられてたんで、どっかでインコースまっすぐあるんじゃないかなっていうのは思ってたんですけど、まあ、全部変化球だったんで、ツーストライクからはまた意識変えて、まあ、うまくいい結果が出てよかったです。そのオコエさんのタイムリーで見事に逆転勝ちとなりました。いかがですか？まあ、あの本当勝負とかもね、たくさん打ってましたし、ウレもホームラン打ってましたし、まあ、本当みんないい活躍してたんで、はい、よかったです。そして今日はもうスタンド満員のファンの皆さんにお越しいただきました。ファンの皆さんにもメッセージをお願いできますか？暑い中応援ありがとうございました。またね、一軍戻れるように頑張ります。ぜひまた今度は東京ドームでの活躍を楽しみにしています。ありがとうございます。今日のヒーロー、オコエ選手にお話を伺いました。ありがとうございました。